松本総務省が先端技術を活用したまちづくりを視察するため、つくば市東にあるつくばスタートアップパークを訪れました。ご協力いただきましてありがとうございます。先ほどスーパーシティの認定というお話もありましたけれども、やはり我々としては全国の地方を元気にするのが役割でありますけれども、そのためにはデジタルを含めて先端を走っていただいているところを体験をさせていただいて、今後の横展開にもつなげていきたいし、また先端はさらに先行かなければいけないという思いを持ちだということに関して意見交換させていただけたので、そんな機会を作れたと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。つくばスタートアップパークでは自動配送ロボットや分身ロボットについて説明を受け、実際に配送ロボットから商品を受け取る体験をしました。その後、スーパーサイエンスハイスクールの生徒4人との座談会が行われ、生徒たちからは熱心に質問する姿が見られました。生徒からはインターネット投票、音楽についてなど、自分たちの研究の発表があり、それらを聞いた松本総務省からのアドバイスや課題についてなどが話し合われました。また、障害者が遠隔地から操作する分身ロボットによる接客サービスを体験。分身ロボットから飲み物を受け取り、遠方で操作をする店員に会話をする体験をしました。こんにちは。こんにちは。お待たせいたしました。今日は松本大臣と国光政務官にアイスコーヒーを2つお持ちいたしました。大変お手数ですが、私の手このように短いので、申し訳ありませんが、2段目からアイスコーヒーを3段目からお砂糖と必要であれば取っていただけますでしょうか。はい、わかりました。松本総務省は、デジタルの力を使って皆さんが参加してくださることは嬉しいことと話しました。その後、つくば市庁舎で市の若手職員や自治体職員が集まり、自治体業務のデジタルトランスフォーメーション推進について意見交換が行われました。